広島県は県営住宅を提供し、ウクライナから避難してきた人々を受け入れる体制ができたことを明らかにしました。この広島に、新機関を感じていただいて来て、いただけるという皆様はですね、しっかりと温かくお迎えをして、長期的に広島で、生活を構築していくということであればですね、それができるようにしっかりとお支えをしていきたいと。湯崎知事はこのように述べ、ウクライナ避難民の受け入れを表明しました。具体的な支援策として広島市内を中心に県営住宅およそ50戸を無償提供します。また受け入れを表明している他の市町と連携し、生活支援や子育て、さらに日本語学習なども支援していきたいとしています。県内ではすでに呉市や廿日市市など6つの市と町が受け入れを表明しています。